9月は何あげてた？結構ここ間空いてたかな。料金変更、郵便料金変更時、あれか、郵便料金が、値上げしますよっていうのがあって、じゃあ、いつから変わるのっていう細かい、タイミングのところですね。いつの投函する分までは、郵便料金安い値段で大丈夫なのかっていうのを解説してた動画だったので、ちょうど変更したタイミングのところでちょろちょろと差しは入ったと。そこから入らないよっていうところですね。まあちょっと時事ネタに近かったもんなっていうところですね。で、あとは、最近買ったやつで、ラベルレスネット買ってみたりとか、うつ病と山田について説明とかっていう、このあたりの動画はもう全然伸びてないはず。24再生とかでしょ？ですね。っていうのがあったりします。これ好きなんだけどな、スーパーの半額シールについて熱く語った動画なんだけど、38、これおかしいな、これ3万再生ぐらいいってもいいと思うんだけどな、スーパーの半額シールについてめちゃくちゃ語ってるんですよ。もう大好きでね、あれが。どういうタイプのシールのやつがあって、どういう出し方があって、いつ頃貼るのかっていうところをね、主任さんの警告と対策が見える。で、マックスバリューが最近渋り出したのは、やっぱりあれ、10日になってから渋り出したよねって、半額とかそういうのはあまりしなくなったよねっていうのは、多分あれはヤオハンの、中で組んでる、系統を組んでるところあるんだろうな、って。いう中で、やっぱ三振はね、そんなタイとかが、うまいことやってるところもあるしやな。とはいえ、昔みたいなね、バカ値引きはなくなったよね、みたいな話とかをいろいろと、解説したりしてたやつですね。ポスのシステムのところがどういうふうに変わるのかとかっていうのもね、値引きとしてやった場合にはどういうようなデータが出てきてみたいなところの話までしとったかな、っていうところですね。のがありました。これが9月の動画。9月は、ってことは11本動画投稿してて、708再生、まあ、700再生までまた戻して、再生時間もね、22.9ってこと、ちょっと上がってるんだかな。で、登録者数はこの辺りはほぼほぼ変わりなしで、増えてるやつも特殊取り扱い。特殊取り扱い。これなんだ？特殊取扱曜日って何の動画だったっけ？ああいうのを見ればいいのか。特殊取扱い。じゃあ、特殊取扱いが、あれだ。速達の動画だ。これが速達の動画だ。で、郵便用語のやつはさっき言っとった、集荷とか、そのあたりのやつですね。なるほどな。そっちの方が伸びてたんですね。このあたりの月は。とかがありました。で、10月に入ると、投稿数が21月、ちょっとまた投稿数が増えてくるっていう感じですね。で、1049再生ってことで、ここで初めて1000再生達成するんですね。累計、月の再生、合計再生が1000を突破しますってことですね。で、再生時間も31ってことで、ここでちょっと増えてますねっていうことです。再生、ただトップ3はそんなに変わってないのかな。ものとしては第2種郵便が入ってきたっていうぐらいで、基本的にこれも一番最初の時に上げてるやつですからね。1月に上げてるやつなんで、ではあたりのかってあたりも払ってないけどってところなんですけど、最終数上げてるのは何だったんだろうな。2019年10月は、よいしょ。これがね、ほぼ変わらないですよね。これも、だから2019年1月に上げた動画ってことで、なんならこれよりも前に上げてるんですよね。基本郵便の方からやってましたからね。で、ボイストレーニングの紹介とか、カラオケ動画がこの時にいけるかなっていうのでやってたんですけど、結局、まあこれもちょっと、バン食らっちゃった兼ね合いとかで、あれですかね。公開できなくなっちゃったんで、ちょっと痛い。正直、カラオケを一コンテンツに持ってこうと思ってたんで、それができなくなったら正直痛いのは痛いんですよね。なんかあったりします。で、配達証明とか引受時刻証明。でも言うても引受時刻証明とかも入ってきてるんですよね、このあたりに。で、あとはなんだ、この時期に上げてた動画は、賢島行ったやつね、あれだ、白塚発賢島行き各駅停車の旅だ。普通列車の旅だ。あれれれ、鈍行でね、各駅停車で白塚、しかも朝の5時台の白塚に行ってわざわざ。くっそ大変な動画でしたね。鳥に行くの大変だったな、これっていう。
なんなら帰りもそれで大阪、そのまま大須に行ってね、大須で、みんなで飲んでだったんで、そのまま名古屋で、酔いが覚めるまで、時間を潰して、ほぼ終電ぐらいで、うん。あれですよね。四日市を。あ、結局飲まなかったっけ？飲まんかったんや、もう。あ、いや、もう運転しやなかんでいいわ。ノンアルっていうか、もう普通に飲まんようにしとくっていう感じでしたね、確か。うん、だったかな。うん、あとは、ヨモヤマババナシとかはこういうのあたりか、まあ、全然伸びないよっていうのがずっと続いて、U パケットプラス、とかなんとか、UU 会館ね。これ、あ、そう、UU 会館がリニューアルしたんで、これ行こうと思ってたんですけど、ちょっと行けなくなっちゃってね。よいしょ。またちょっと、期間見ていきたいですかね。ちょっと伸びよかったんですね。言うて、ずーっと入るんですね。そう、これもちょっとリニューアルしたんで、ちょっと、みたいなところですね。キャッシュレス決済のところとか、ちょっと時事ネタとかを拾ったりした動画から、広島クレ旅行の動画が入ってくるのか、ここら辺から。江田島とかあなた行ってきた動画ですね。ハンコレのイベントだったかなで行ってきたのか、っていうやつですね。うん。っていうような感じになってますと。で、そのあたりとか入ってきたけど、まあ、これが容易に入ってくるわけではないっていうところがまだ味噌ですね。よいしょ。が10月でしょ。で、次が11月。このあたりも、まあ、コンスタントに動画投稿しとって、アップロードはあった。12月、ああ、そうだね。この月忙しかったんだ。11月見ていきましょうか。11月は、こんな感じで、ここから一つちょっと変わってくるのが、この動画が入ってくることですね。11月3日にイレーショナルエスカレーターに、やっぱ最初こっちの日本一理不尽なエスカレーターの方を前にしてたと思いますけど、エスカレーターの動画。これね、取って出しだったんですよね。本当にこれはおもろいと思って、その場で、スマホで、スマホ横向けてジャーっと撮って、もうそのままスマホから、えいって、パケ代なんて関係ねえ、えいって送って、投稿した動画でしたね。そう、当時はポケホーじゃなかったんだよな、そういや。今はポケホーにしてるんで全然気にせずね、その場で投稿やってますけど。これが割って入ってきます。で、この動画が、後々、化けていくことになるということでございますね。これが、その、初期の、ここで、上げようとしたときに、なんだこの間のポンツンってあるかっていうと、それですね。これだけ現地から送ったんですけど、なんならこの時撮った動画ってお蔵入りしてるの他。太閤通りとかを駅前散歩した動画って上がってないよね、そういや。上げた記憶ねえや。あ、お蔵入りしちゃってんだ。あれ、もうメンバーと撮ってるやつだ。メンバーと撮ってるやついろいろ。あ今更出すか そうだ、なんかで、ストックがなくなった時用の予備にしようと思って、そのままの予備のまんま倉庫に眠ってるわ。うん。ちょっと探し出してまた。いや、今あるや、今半年落ちになってるやつとか、そっちの方ちょっと急いで出してくね。また、雑草もなくなったなと思ったら、それ使おう。おいし、オッケー。いいね。ストック見つかりますね。うん。実はこの時のやつがそうだったな。で、ここでちょっと様子が変わるのが、その22本投稿1300ってことで、ちょっとまたこうっと増えるんですけど、再生時間も56ってことで、ここでちょっと一回増えるんですよね。これは何かっていうと、書き留める動画とかも再生数が増えてるっていうのがあります。そこが高くなってるっていうのもあるんですけど、実はこのエスカレーターの動画が、珍しく久しぶりに新着動画がポンと入ってきてるんですよね。これが100再生超えとったんで、これとかも大きいのかなっていうところですね。まあ、30秒動画ですけどね。っていうのがあったりしますと。で、12月になると急に極端に、再生とか減ります。これはね、投稿数が減ります。これはね、結構理由明確で単純に仕事が忙しくなったというところですね。この12月くっそ忙しかった記憶あるもん。ということで、そんな新着動画を上げれず、1分で伝えること、それなのにこんな動画撮ってたら、1分で伝えることの大切さを1時間かけて説明してみたら、この動画はクソだ。16、これは仕方ない。16再生、いた仕方ない。1時間ぐっ
ったグラタ話したと思うな。これひどかったな。この動画ひどかったな。で、あと何？三円切手が回るっていうのは、これはさすがに忙しかったけど、悲しくてあげましたね。で、就活に言うには郵送方法。これがよし、データとして見てたときに、就活系とかで、あれ、人気あるなっていうのがあったんでね、あげたんですけど、就活であげるには、これは次の年を見越してあげたんでね、この時は伸びねえだろうなとは思ってたんですけど、それにしたって伸びなかったと。でも、後からちょっとずつ入るっていうのは予想はしてたけど、ここら辺にもうちょっとグイッていく予定だったのが、いかなかったなっていう動画でしたね。よいしょ。量も質もズタボロですね、このあたりは。で、引っ張ってるのは結局トップ3がまた YouTube になるっていうね、ところですね。で、やっぱエスカレーターとか、一発ポンとくるネタはね、もう、やっぱ、そんな、再生がね、ずっと堅調に入る感じじゃないんで、やっぱ解説系の方のが入るなーっていうイメージでいましたね。というところ。2019年1月、だから一番最初の時に投稿した動画がずっとここで1位をまだ獲得し続けるっていうね。何連覇してんのこいつ、1位。変わるところがどこかって言ったら、もうそろそろ変わるんだけど。で、12月から出てきた。で、1月も、